足りますか、スピナーベイトで。スピナーベイト。今日は2月何日？今日2月何日？今日22か22、3ぐらい。いやあのね、琵琶湖ってね全然釣れないのよ。マジで全く釣れんけど、この2月の、まあ、25か3か忘れたけど、まあそんなんだけど、釣れるのかどうか、釣り人皆無だよね。でも鳥がいる。で今日はね、生徒が釣れてきたんで、僕が魚釣り教え込んでね、どうやったら魚が釣れるかやっていこうと思う。まあでも大概釣れないんだよな。ちょっと一匹ね、この辺は釣り OK だから。あっちの漁港の辺はね釣り禁になってるから、ここから立ち入り禁止なんでね、向こうはここからこの辺からやると。まあ、見てごらん、鳥がいるよね。追いかけてみるよ。これねムクドリですね。見える？こういうのねムクドリっていう。ああいう鳥が小魚を食べてるよね。今なんかはね、なんちゅうかな、この時期はねワカサギが結構ね寄ってくるんですよ。だからその寄ってきた、岸際に寄ってきたワカサギをデカバスが捕食する、そういうイメージね。足元魚いるかな？ほぼいないね。まあちょっとただ丹念にちょっと投げてみるわ。ここもね釣れるとき釣れるし、釣れないとき釣れないから。この間、まあ、何ヶ月前にそこでピョって投げて50アップバンバン連発ったでしょ。だから釣れるときは釣れるし、釣れないときは釣れない。まあ、ちょっと軽くここで小1時間やっていくわ。おいくつ寝るぞ、お正月。ということで、こんばんは。こんにちは。あ、こんにちは。僕はフィッシングチーム作ったんですよね。はい、なんとその名も、高橋フィッシングチーム。TFC。そのままで。どっかで聞いたことない？高橋レーシングチーム。違う。高橋フィッシングチームだから、TFS か。あー、それにしてもね、今日バス釣りみんなでやっていくんですけど、はい、この時期1年で一番難しいんですよ。2月中旬。で今日ね、アイドルユニットのカメリンが来てくれたんで、ちょっとカメリンインタビューお願いしますよ。いや今日もやっぱきれい、お綺麗ですね。あ、そうですよね、ありがとうございます。ブラックバスは釣ったことありますか？ブラックバスは一度だけ釣ったことがあります。あ、そうかそうか。嘘つきだな、やっぱり。釣ったことないやん。ある？ないです。あ、そうか。で、バス一匹釣るの結構大変なの。石丸さんは結構何度か釣ったことあるから。で、ルアーをね、まあこれ山線香とかオオサンショウウオ。俺この間釣りでさ、山線香したらすごい釣れるって動画作ったのよ。10万再生されたんだけどさ、結構アンチに叩かれてさ、そんなんじゃ釣れない、お前の釣りはとか言われちゃって。なるほどね。でこの辺でそこで50アップ連発で釣ったの、はいはい、俺。そうだよ、ケガニオンさんと来て。でそれ動画あんだっておとついアップしたらさ、バットボタン大量に押されちゃった。だから俺が釣りまくるから嫉妬されちゃう、視聴者に。ひどいでしょ、視聴者。バットボタンなんで押すのかね。琵琶湖はイージーって言ったらバット押されちゃった。あれ何なんだろう、あれ。石丸さんおかしいやろ。俺この間四国の人、いや四国の人にめっちゃ叩かれたのよ。四国行ったらバスなんかイージーだよっつって、はい、で石丸さんと四国行って40アップバンバン釣ってさ、50アップ5連発みたいなやっちゃって、四国はイージーっつったら四国の人がめっちゃ叩かれて。いやでも俺もイメージいいよ、四国は。いやどこもイージーなんだよ。だからね、どうもね、自分のフィールドをイージーって言われると舐めてるってなっちゃうみたい。みんながもう来るからっていうことじゃないんだ。いや違う、みんなが来るんじゃなくて、そういうふうに取られちゃうんだね。俺のレベルが高すぎて
要するに釣りの腕のレベルが高すぎるから俺にとってはイージーだよってことが分かんねん視聴者。また嫌われたな今日俺。バットボタン、バットボタン連呼。いいよ俺はね嫌われてもいいのよ、みんなが好かれてくれたら。またそんなことねえで。いやいやいやいいよ、またそんな。いつも俺が毒吐いて俺は嫌われて、あの毒吐いてないじゃん。はい吐いてる吐いてる俺のライブ見てくれてる。いやいやたまに見るよ。見るでしょ、だいぶ最近頑張ってるよ俺、攻撃攻撃で。じゃあカメラにちょっと、はい、はいはい、ちょっともうそろそろ最後の週、最後の週、今からだちょっと今からちょっとどういう思いかちょっと言ってよ。今からああいっぱい釣りますね。釣るか。うん、釣りますよ。マジか。石村さん、釣りする前にちょっと準備運動で一緒、はい、カメリンと相撲取ったんじゃん。そこ安全そうやで。どっちが喧嘩強いか決めようや。いや、いや、じゃあそれは僕勝ちますよ。じゃあ やろうや。いやいや、そんな、いいんですか。やろ。あそこちょっと広場で相撲で一発勝負だよ。ちょっと怪我せんようにカメリンガチンコでやったって。ちょっと石村さんと勝負せえや。おい、しようや。さっきね、ちょっとガチンコでやって。俺は上杉謙信や塩をあげる。カメリン、ちょっと戦う前に丸ぐらいやっつけれる？楽勝ですもんね、もう。え、何？楽勝です。こんなおっさん楽勝？楽勝。じゃあお願い、やれや。あげあげ、はっけおい、残った。本気でやれ、本気で。投げろ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 、本気でやれ本気で。マル、手加減するな。うわマル、カメリン稽古つけたってくれ、このおっさん。もう一回立って。ちょっと頭が回転する。え、なんか今のぐるぐる回しで。ほんと。じゃあキツゲガマシにちょっと蹴ってもらったら、ケツ、カメリンキックで。カメリン、ケツ蹴ったれ、ケツ、ケツを蹴ったれ、強めに。いつかあんたの人見たよ。蹴ったれ。弱い弱い、いやカメリン弱い弱い。あの鬼滅の刃の全集中水面切りっつって、今の倍ぐらいの勢いでパーンいかない。喜ぶからこの人。ちょっとやったら、ちょっとあのね、なんだよ今までのパターンだったらね、うん、高橋さんが横からこう来て、うん、蹴るのやめてくださいよ、パターン。いやもうそんなにやらないやろ。大丈夫、うん、大丈夫。よし、カメリン、水面切りやったってくれ。罰ゲームだ。全集中から入ってね。あ、いいよ。いや全然今手加減してる。オッケー、じゃあもう一回再戦だ。再戦、え、もう一回相撲で、今度はガチだ。今手抜いただろ。手抜くっていうかね、やっぱ僕も男だから、本気出したらいけないんですよ最初から。いや、それがある程度、それが男女差別で、はい、鼻からお互いガチでやったって。よっしゃ、それ差別になるんか。そういうの当たり前だよ。 手抜きしたら相手に失礼なんだよ。やったれカメリン、やカメリン、やったれ本気で。よし、来い来い来い。残った。本気でやったれ。組め組め、ぶん投げろぶん投げろ。よし、本気でやれ、本気で。倒せ倒せ。四つ気味せ、四つ気味。丸、下から下から下下下下下、持ったる持ったる。おいおいいよ、気にすんな気にすんな、本気だ本気で、いけいけ、やれ早く。これはね、ちょっとさ、あのさ、マルがさ、ちょっと専務やったってくれ。マルがめっちゃ手抜きすんのよ。いや手抜いてないって。いや、あのさ、あのこうさ、なんていうの、相撲減った時に手抜きしてさ、こういう絡みの時間を長く長くしてさ、早く。あのね、いやちょっとね、僕もあんまりあれ言えないんですけど、あまりモテないじゃないですか、その。いやだからそれも関係ない相撲なんだから、気にせず下から押っつけてガーンって釣り上げだよ。だからもうこのとこダメだ、ちょっと専務に当たってくれ、ぶち投げだってくれ。あれカメリンが舐めとるから、あのうちのね、秋は強いで。ちょっと秋マジでガチンコでやって、マジで怪我だけせんように張り倒してほしいんだわ。ちょっと待てよ待てよ待てよ、ちょっと待って。残った、いけ秋、いけ秋、手抜きすんな。よっしゃ、こいつに現実を教えてやれ。
楽勝だ。おう、今手抜いたやろ、本気でやったってくれ。今手抜いてわざと負けたやろ。わざと負けたっす。ああ、ちょっともう一回やったって。ういお互いちょっとガチでやったって。いやいや、ああ、全部手抜き一切すんなよ。本気でやれ、本気で。手抜いたやろ、あげよい。オッケー、どうだ、いけ、ぶん投げろ。手加減なせえへんで。ダメリー、今手抜いたやろ。もう一回立って。ちょっと全部思いっきり張り倒してくれ。カメヒーに厳しさを、いけ、はい、はい、ノーだ。カメヒー大丈夫か。どうや、悔しいです。悔しい。まあ俺が稽古つけてあるわ、うん、だから俺との今度打撃ありでガッチガチやったるから、筋トレから。まだまだだわ。チャガボーどこ行った、あいつ。チャガボーは？おるよ。ちょっとやったって。ちょっとチャガボーがカメリに勝てるかどうか。釣りやりましょう。いやいや、釣りは後でやるから。釣りやりたいんですよ。チャガボーは。チャガボー。手抜きすんなよ。あきおい。残った。これです。回転しろ、回転して叩きつけろ。倒れる。どうや。悔しい。悔しい。チャガボ。こいつ今手抜いとった。もう一戦やったってくれ。手抜いたやろ今。激しく来い。よし、手抜きすんなよ。カメリン、手抜きすんなよ。はい。チャガやったれ。いけ。はい。はい。もらった。もらいました。そこから回転か。本当こうやりたい。回れ回れ回れ。あー、目まろ、気持ち悪い、気持ち悪い。回りすぎだ。どうや、カメリカメリ、相撲舐めたらあかんで。ぶつかり稽古は今からや。マルどこ行った。マル、今弱ってるからやれるぞ。よし、あ、今弱っとる、弱っとる。よし、カメ、ぶつかり稽古だ。マル、手を抜くな。行け、本気でやれ、ぶん投げろ、ぶん投げろ。ありがとう。ちょっと釣りしよう。いや、みんなね、バードウォッチングだから、できればバードウォッチングしてる人離れた方がいいかも。バードウォッチングされてるんで、そこにポンって投げた方がいいね。いや、それはちょっといかん。ちょっと離れて邪魔にならないように。ちょっと、もうちょっと相撲でだいぶ体力使ったと思うけど、釣りしよう、はい、しよっかな。悩むな。俺今年初めて琵琶湖だわ。藤原さんよ、初めて琵琶湖。ああ、もう釣り嫌いって言ったもんね。嫌いじゃないけど、休憩芋でやろうかな、ね、あ、五三川の芋、うん、芋で遠投したいからさ、ここちょっと飛距離出したいから、みんな芋でやるか。あ、ちょっと重い方がいい。そうそうそう、飛距離が出んからちょっと飛ばしたいのよね今、うん、まあ、これ3人ともこれでいいや、うん、ちょっとポイントによってね、飛距離出したいポイントなのに、釣り初心者なんでね、うん、どうした、何が分かんない。まず、うん、こうやったら糸出ますよね。出るよ。で、こうやったら糸が出ない、うん、出ない。でもなんか違うような感じがするんやけど、何か通ってないよ。ここや、ここに通さんというかね。そう、だからこれね、こうするじゃん、こうなったらこのラインがここを通ってくるのよ。だからこれだったらこういう状態にするのよ、手離して、うん、こういう状態にするのか。あれこれね、
こういう状態ね。こういう状態。こう今絡んでるやん。うん、これで OK ね。この状態で、はい、この状態にしてからベールっていうのこれ、はい、ベールを返して、はい、でこれライン通してきて全部穴に、はい、この先持ってね。でこれこれこれちょっともう一回どうしてどうして何を間違えた見せて、ちょっと見せて、ちょっと待って待ってストップ、うん、なんか間違えたのあなた。いや、ま、こうか。あ、だからもう一回いくよ、丁寧にいくよ、はい、ちょっといくよ。画角 OK で、うん、こうして離して、もうね冷静に考えていいんだわ、うん、あのねこれが今正常な状態ね、はい、でここをね、うん、でこの手でベールって言うんだけど、うん、こういう状態でないといかんのよ。でこういう状態でこれね、うん、で巻いてみて、軽くゆっくり巻けるでしょ、はい、で巻ける状態でベールを返す、返す。でこの状態でリングに穴を通していく、うん、で通し終わったらベールを返せば止まると、負けると。なるほど。ここの構造を覚えて。ここね、なるほど。これなんか知恵の輪みたいで分からんなるんですよね。まあ初めてだからね石丸さんは。でも映画ブラックバスであんだ何本も出て釣りやってきて、毎回俺がね結んどったもんでこうなるんだわ。毎回。今まで僕もね何回もね。うん、何回もやりましたけど、うん、何回も忘れました、ね。うん、じゃあカメラに、はい、さっきの女相撲すごいかっこよかったし、石丸さんも俺さ、はい、いろんな女性 YouTuber 見たけどカメリンほどガッツのある人ないですね、なかなか、ね、もうちょっと奥行って、カメリンほど頑張ってくれる人これ初めてだわ、うん、ねえ体当たりだもん、はい、ね、普通できないですよ。さっきのさぶつかり相撲の時この人セクハラ仕掛けてこんかったよね。大丈夫です。大丈夫、はい、微妙に内側から勝負をね、先延ばし先延ばしやってなかった、ね、結構僕マジでした。あ、本当、僕の力がもうダメですね。女の子にも負けます。いやいや、完全にねこの人手加減した。で秋はねあのプライドが高いもんでね、全力全力横綱相撲。え、でもまだ余裕があったって言ってました、ね、いやだから秋はもう瞬殺で自分が横綱の木やから前頭8枚目相手にした。なるほど。で茶川も意外にプライド高いんだよ肩車できるほど俺はパワーある言うて。あ、なるほど。で回転までしたでしょ。うん、うん、あ、でも私も手加減してました。あ、そうだよね。あ、なるほど。なまあちょっと みんないいですね。いいですね。いやでも本当今日カメリンの頑張りで、じゃあ今日さあのいっぱい釣らんでもいいから一匹だけ出してくれたらいいからさ、うん、俺も釣りするけど、まあカメリンさんの補助で石丸さんやって。はい。でカメリンさんあの怪我しないように。はい。あので一匹釣ろ。生まれ一回も釣ったことないでしょバス。じゃあ釣ってくださいカメリン、はい、お願いします。お願いします。石丸さん、はい、カメリンやっぱ綺麗な人ね、うん、こんだけの人が俺らコラボありがたいわ。僕も釣りやめて、うん、相撲だけでもいいです。いやもうカメリンとのランドリー相撲な、うん、俺今度カメリンとあの極真空手ごっことあと総合格闘技ごっこあとボクシングごっこ、うん、いろいろやるつもりなんで。あ、僕もプロレスごっこにまた。本当分かった。ごめんごめん、嘘です、カメリンさん、うん、ちょっとやろう、時間ないな、時間で結び方ちょっとそういうぐるぐる結びなんだ、うん、で、最後かけ、で、ここはね、本当は歯でなんかみんなこうやってやるよるけど、僕はちぎるやつね、うん、いや、歯でこう押さえといてギュッとぐっと引っ張るんやけど、あの、必殺仕事人の今日もとまさきみたいな。皆さんもう古すぎてついていけない。あ、そう。あ、まあいいや。でも40代見とるわ。うん、で、うん、そう。ほんでこれは多分ね、これだけやと落ちるんよ。うん、今まで落ちたことがあるけん、僕はさらにここで出たっけ。もう一回。自分はこれでやっていきます。ぐるぐる軽かったコンテスト、もうひたすらなんかこう間にこうぐるぐる。2人ともさて何が言いたいの。ちょっとな、どうしたどうした。あ、なになに。いや、ちょっと僕さっきカメちゃんと相撲取って、うん、好きになりました、うん、今から、うん、ちょっと告白します、うん、いいですか。いいよ。いいですか、ね、うん、いいよ、好きにして。カメちゃん俺のね、こんなんだけど、こんなんだけど、ちょっと待って、見せて、ちょっと待って、見せて。
君やりすぎだよ俺カメリンさん。けどこんなに伸びるのに俺これだけ一応伸びるけどちょっと見せて見せて、どれどれどれきょう石丸さん今日ギャグさえとるわ。いや本当に今日最高だよ。しかこんなん動画にしてもいいね。どこでワームやろそれ。あそうです。だから今から釣りするんやろ。これでいきます。最強ですよこれが。ちょっとカメちゃんも触ってみて。いやこれいいよ、触り心地すごいよ。ちょっとカメに、さすがにこれセクハラだよね。ワームよ。ワームよ。やばい。いや。なんでよ。ダメこれ。これダメです。石丸さん、はい、釣りしよう。あ、釣りします。あなた主役なんで、はい、1匹釣ってください。はい、で俺うちやらせやりたくないんで、はい、あの俺らが釣ってさ、カメリンに渡してさ、釣れたっていうの嫌なのよ。ああ、嫌です、私も。でしょ、だから今までも釣り行ってさ、カメリン5回ぐらいバス釣りした、一緒に。うん、3、4回、うん、でも全部坊主やん。うん、今日釣って。はい、まだ時間あるから、はい、真っ暗になるまでやるぞ。わかりました。家帰ったら9時になっちゃってる。よいしょ、こっちこっちこっち。何、ちょっと待って、何があった？ヘビがいます。捕まえろ、カマリ。ヘビちょっと行け。高橋さん、俺が取るの？うん、どこ高橋さんのごまそう。マムシじゃねえだろうな。どこ？こっちどこ？これシマヘビだな。おお、カメリンこっち来や。変さやろ。すごいね、やっぱり逃がさんね。狙った獲物は逃がさんわ。シマヘビだこれね。ヤマカガシとか、これシマヘビだから毒ないと思うけど、これね、うわ危ない。これマムシだと毒あって、ね、噛まれたらやばいんで。お、入れもこれ毒ないよな。うん、マムシこれ。ヤマムシはもう頭が三角？うん、でも三角やんこれ。まマムシはもっと太いやろ。いやいや、ちっちゃいやつもおるよ。これシマヘビだろ。シマヘビ。うん、ちょっと、どこやったらやばいと。やばい。やばい。ちょっと家持って帰って飼育しよう。はい。見て、もっと近寄って、うん、大丈夫、構わへん、大丈夫。ちょっとズームにしますね。うん、これ、シマエビだよね。ヤマカカシ。これマムシだったら俺泣くけど、これヤマカカシっぽいな。これヤマカカシだよな。ちゃう？まあ危険。いやでもまあ僕はちょっとヘビのことを。俺も怖い怖い。うん、立っておこうか。はい、ちょっと向こうにチャガキ TV がおるから、はい、対決だ。そうですね、ちょっと負けられんすね今日は。チャガとアキに負けずに、うん、丸とカメ、うん、丸ガメ。なんか丸ガメ、あ、なんか、うん、聞いたことあるな、それ。四国の丸ガメうどんだ。おいしい。香川の丸ガメだ。そうや、丸ガメか、懐かしいな。ただ丸亀製麺は丸亀出身じゃないけんね。ああそうなんだ。はい、あのでは大阪がどっかだったと思う。うん、石丸さん、はい、これズームになったまのまなってた。今直しといてもう今えらいドアップやな思って撮れてなかった。あ、本当に。よし、あ、これチャガとアキに邪魔したろ。そうや、やっとるやっとる。あの二人釣れた。当たりなしか。何でやっとん？あー、俺ヘビキャロ。高橋流士官も8インチ8ワン。これでやるよ。釣れるもん。ちょっと専務、俺投げるからちょっとどいてくれん？いい？行くよ。ちょっと高橋流この円筒行きます。ヘビキャロー。
あんまりだな。あんま飛ばんかった。ちょっと反応なかったら移動する？あと15分やって移動しようよ。カメリンどう？チャガどうすか？当たりなしで。何投げてる？今本当はワームだった、ワーム投げてたんですけど、うん、ちょっとあまりにも当たりがないので、うん、刺激を与えてあげることって、スピンレート。もしかして何？何？ワーム縛りって昨日動画作った時に喋ったのにもう変えた。それあそれもこんな場を荒らすこのスピンレートなんかビシャビシャビシャ。いいよチャガよ投げや。つったもん勝ちや。投げました。この人もやります。いやもう自分ワーム縛りで釣れるまでワーム縛りやります。うん、嘘ばっかり口先ばっかなので自分も。カメリン喜んどった。さっき何で？なんで？あのチャガイフにくるくる回されて喜んどった。また当たって黒いって言われちゃった。気持ち悪いんですよちょっと。まんざらでもないって酔っちゃって、うん、あ、ほんとさ今ヘビ捕まえて置いてあるから。あ、マジで？うん、あれ遅かったんだ。それで毒ヘビかシマヘビか分からへん。いやチャガギ TV で飼育しちゃって。いやいや、ヘビはもう無理よ。 もし嫌だったら逃がすか。ヘビは無理よ。ほんと？あの山かがしとかだと毒あるから奥歯に。だから血清が山梨しかないから見て分かんないんだわ。オレンジの模様が入ってればちょっとオレンジ入ってる。山かがしだ。いやでもねシマヘビっぽくてでもちょっと微妙にねちょんちょんって模様があるのよ。これ毒入りかな。見れば分かるから俺。山かがしか。山かがしだと思う。逃がそうかじゃあ。あれはね、うん、いやさこんな何十年か近年ね見つかったね毒があったって。昔は毒ヘビじゃなかったよ、うん、昔はもう知らんくてちっちゃい子とかがみんなわーって血清がないですよね。いやただ奥まで深くかなんと腹の奥にあるからなかなか毒は注入されんって。ちょっと噛まれてみる。嫌だよな。あんたの方が体重あるんだもんで。免疫あるわ俺より。内臓脂肪がめっちゃ膨らむってことね。ほんとカメリン反応あった？カメリン絵になる。絵になる。琵琶湖が。琵琶湖がになる。自分ね、これ見てもね、いろんな釣りガールとコラボしてきた、はい、ちょっとこの業界で俺名前取ったん実は。ああ、うん、でも、やっぱカメリンが一番綺麗。そうですか、うん、カメリンほど、その、才能あり、お笑いあり、美しさあり、可愛さあり、あとは釣るだけ。あとは釣るだけ。どんなんでやっと。あ、芋か。ちょっと投げてみて。何？おう、早くして。いきますよ。お、投げれてる投げれてる。どうした？いや、今ちょっと念力入れてます。あのね、はい、どうもちょっと反応弱いから移動しようかって話になってから。あ、そうですか。うん、ちょっと10分ぐらい移動しようか。10分。で移動して投げて移動して投げて、はい、とりあえずここね専務とチャガイも投げて今2時間ぐらい投げたんかな。全く反応ないから移動しよう。はい、坊主になる。これ釣れないでよ。全然釣れ。移動しよう。一応ね高橋龍ヘビからやってるんだよ。こんな感じ。これはゲイリーはもう8インチリングリングっていうか変わりてるか。はい、ちょっと今3時間粘ったけど釣れんから。ちょっと渋いですね。移動しよう。行きますか。カメリン行きたいよ。頼むわ。はい、ちょっと石村さん、あのカメリンのイヤリング可愛くね。邪魔なのね。輝いとるな。ねえあのイヤリング可愛いんじゃね。 なんかあ俺イヤリングじゃなくてこっち見よう。何これイヤリング。いやだからイヤリングじゃなくてイヤリングとあと首になんかつけてるのあれ可愛くね。可愛いと思うで。うん、あの情報発信基地、はい、だからカメリンがこの帽子かぶったらその帽子が流行るみたいな。であの服見て、ウーマンオブファイト28。今後来るブランドよ。なんかいいね。あの鉄人28号みたいで。そうだからファイトなんだよ。ファイトなんだよ。気合を入れていくな。次回は俺との対決だ。ガチンコの。やらない。やらない。ちょっと移動しよう移動しよう。ごめんごめんカメリンごめんごめん。やっぱりね、うん、相撲とか取るとね、うん、
っぱりその変エロい意味じゃないんですけど、うんうん、体が密接することによって、うん、仲良くなる仲良くなるっていうのは僕あると思いますだよね。はい、あ、神にまた西村さんとガチンコ相撲頼むわ。はい、ボコボコですよ俺結構弱い、僕弱いってねいやちょっと体力の俺今小学校の5年生ぐらいにも負けるかもしれない。いや西村さんもあれだよ、 手抜いてるの丸分かりだもん。それでえ思うやろ、本気だった。結構マジなんよ僕。マジであれでも、うん、本当にやばいカメリに負けるな本当一回高井さんにしごいてもらうといかん。これこうやな、あの ぶつかり稽古やったるわ。いやいやしごいてもらうんで。あっチンコこれ使えない使えない。移動してきたんだけどさ、釣れるのかな。今年初めての琵琶湖だからね、うん、まだ初バスも釣ってないです。いるかどうかは投げてみないとね。釣れるのかなバス。1月2月ってね結構ね外れるとどっかにいるんだよバスって。マジでだからバスが潜んでるとこに落とせば釣れるんだけど、どっかに溜まっとる可能性あるから、うん、ただ回遊系のバスがいればねいいんだけど、まあ、ちょっと粘っていくわ。カメリンどう？釣れそうです。釣って一匹でいいからさ、とりあえず無反応。セムどうよ、秋ど当たりある？カメリンはない？ちょっと移動した方がいいかもね。はい、移動してきてもうねモードに入って、今日さ、いやモード毎日入ってますよ。今日さ朝からガチガチやってさ、まあ今夕方の4時か、うん、バスって釣れないね。でもさもう奥からずっとランナーしてきたやん、はい、無反応やったね、はい、でも今だあの4時ってことは9時だから4、5、あと5時間できるんですいません今日お酒です。いやいやいや、やろうやろう。特にカメリンもやってくれるってことで、とりあえずやりきってさ。はい、僕はもうカメリン捨ててきますんで、どうぞ。自分はもう帰ります。ああ、じゃあ専務帰って、カメリンとカメリンだけは絶対帰れへんで。カメリンだけはだけはで、ちょっとねこれね、あそこに襟があるじゃないですか、はい、襟から離れた方でやるのいけないんで、はい、向こう歩いてってやりましょう。わかりました。ああいうのはね襟って言って漁業関係者がやってるんですよ。あそこから離れてね、はい、もっと向こうの歩いていこうか、はい、じゃあちょっと最後の意気込み、あとちょっとラストラストラスト、はい、しばらくやる気ないね、やる気ないねこの人。はい、カメリン、カメリン、バスゲット。バスゲット、バスゲット。オッケー、全部全部。いや最後は1時間やりきって、うん、やるやろ。あ、いやもう2時間やろ。よし1時間やります。よしカメリン1時間やります。最後に頼むわえ、あれをやって、あれやってくれなきゃこの芋木を投げ倒して全然釣れないんだから、必殺技頼むわ。もう来る日ですよ。ギョッサンくどい、ギョッサンくどい、ギョッサンくどい、ごめんごめん。じゃあ釣れたらやって必殺技。よしやろやろ。釣れるかな、ね、ちょっとこの辺ランランしまくっていく。ビキトランとな、帰れんで。最近ではさ、魚釣りが下手な人って結構増えてて、自分はもう琵琶湖で50アップ釣りまくってるんですけど、まあ今年初めて琵琶湖に来て、このままではちょっとね坊主になってしまいそうなんですけど、まあちょっとやりきってね帰ろうかなと、うん、まあ坊主でもあの情報収集でこうやってさ琵琶湖があったらさ、どっかにいるんだよバス君。どっかにいるんだけど、そのいるポイントに今なんか2月の時期フィーリングしてるんで、そこにトーンとはめてる、いるとこにワン落とすだけ、それ探すだけ、うん。カメリン、よし、カメ、カメどうよ。カメリンこの辺ね襟があるから、この辺投げちゃダメやから向こう行って、はい、カメリン頼むわ、はい、任せてください。一匹釣れるといい。びっくり合わせで今ギュアーッと合わせて来たんだと思うな。当たったな、コーンって来たよ。
うん、もしだから多分ねでかいのが来てさパークって加えて外しちゃったかも。ゴンってきたやん。カメリどう？はい、え？何？ないです。え？え？何？え？はい。カメリ今日めっちゃ綺麗。琵琶湖にやっぱり生えてるよカメリ。そうやな。どうせんの？そのワールドシャルはいい。これ、うん、最高。いやでもさステラがさちょっと傷んできたやん。そうそうそう、変えてもらおうかな。だから釣り具屋行って1万5000円払うとオーバーホールしてくれ。あ、できてね。できてくれんの？1万5000円高く、またこれまた持ってくる。1万5000円高くね。うん、確かに1万5000円は高いわ。いや1万円だったかな。とにかくさ6万円ぐらいするんでしょ。そうよ。だったらこれさ、一回メンテナンス料入れといてほしいよね。そうだ、島野が儲かる。ん？島野が儲かる。儲かってるやん。いい、利益取られた。あんたさ、21アンタレスっていうのがさ、6万5000円で売っとってさ、この間クリックしそうになった。とりあえずこらえた。さすがに6万5000円。もうね、うん、もうほんと6畳の部屋いっぱい分ぐらいあるですよ。いや、だからパッて見たら、リールいっぱいあったもんで、うん、これ必要ないなと思って、うん、必要ない。でも21アンタレスで話題になっとって買いそうになっとった。あ、それはまた持ってきてよ。あ、持ってくわ。とりあえずちょっと1匹取ろう。1匹ね。いやでもさ釣れなくてもさこの波の音とさ、そうそうそう、風とさ、今日トークがね、うん、まあメイン最後全部もう一回あのカメリーと相撲頼むわ。もうええ。できればね、あえてこうやってなぎ倒したじゃん、じゃなくてベアハックの状態にしてグー持ち上げて空中でグーベアハックしてほしい。そしたらカメリンがわーみたいな。さすがに俺女性として見てなくて同僚として見とるけど、さすがにちょっとここまではできんかな。ベアハックは娘が怒るから。いやいや、だってプロレスだもん。じゃあ漁船やってると俺取ってあげるから。2週間俺入ってないって。ちょっと今日だいぶ臭いから近いっちゃうけど、だいぶ汗臭いですね。はい、どうよ俺のスピノバイト。どうよスピノバイト。スピノバイト、かっこいいです。かっこいい。チャガイブどう、釣れてないか。当たり前だし寒くなってきた、うん、かっこいいですね。これなんていうか知ってる？今聞こえました。何？スピノバイト。スピノバイト。スピナバイ。これ一世風靡してさ、はい、あの中学校で高橋魚神ごっこって、熊本の中学校で高橋魚神ごっこを一世風靡したらしいわ。へえ、うん、だけどね、釣れる。釣れる。めちゃめちゃ釣れる。これ釣れます。釣れる。ちょっと釣ってきてください。ワード投げてくる、はい、足りますか。スピナーベイトでスピナバイト。これねスピナーベイトの波動、こう引いてくるときにブルブルブルって言うんですよ。それでデカバスが追いかけてくっちゃう。行くぞスピナーベイト。こんかな。全く今日釣れないんだけど、ただ散歩がてらでちょうどいいね。今日結構ね温度がね暖かいんですよ。1週間前雪降ったんですけど、あの温度がね急激に暖かくなって、暑いくらい今日。高橋さんこれ何でしたっけ？これです。スプリンボイ。ありがとうございます。これね、はい、熊本の中学校って、はい、あのメールもらったのよ。あーメールを、うん、熊本の某中学校で、はい、中学校2年生のバス釣りが、はい、高橋魚神ごっこやってくれて、あみんなで「グッダッ！」スプーンバイッ！」って「でかいぞ！」でかいでかいって。俺バカにしてるだけや。いや憧れでしょ。いやだから高橋魚神ごっこや、はい、魚神ごっこ、うん、今投げてるの何でしたっけ？スピンバイッ。スピナバイッ。間違えた。スピナバイッ。いいでしょ釣り。めちゃくちゃ楽しいんですけど、うん、釣れたいですね。釣りたい。ちょっともう中入らんで、もう荒れちゃう荒れちゃう。え、これ入
入るのダメなんですか。いいけど、もうこれ今波がないよ。ああ、そう。これボスってたら警戒するから。そうそう、波があるときはいいのか。だから波がない静かな時にバサバサやったら警戒するじゃん。あ、すみません。浅瀬に食いに来るんだから、デカバスは。なるほどね。いいでしょ、茶会釣り。いいですね。はい。というか車中泊でもいいんだよ今日。この前車で寝て、明日の朝早朝また12時間ぶっ通しでやっちゃって。あ、それも楽しいですね。ああ釣れたらね、そういうのいいんですけど、釣れる気全くしないんですよね。まあ、今1年で一番釣れないよ、2月から。本当に来ちゃいけない時期ですね、これは。いや、でも来ると60って夢がある。マジっすか。60、でかいのは釣れる。高橋さん、最高何センチですか。58。あ、60ないですね。ない。僕も35ぐらいしかないですもんね。あ、35最高。そうですね。まあ、あんま釣り込んでね。はい。しょっちゅう琵琶湖来てたら釣れるよ。まあ、でも、ちょっとサイズ大きいの釣ってみたいですけどね。ねえ。ふい！社会を夢聞いとくわ。今これ、インターネットで全国にこれがっつり流れてるから、はい社会風の夢とか聞いとくわ。夢ですか。100年経ったらもうあなたいないんだよ、この世に。そうですね。何するの、その夢がないんですよね。先日ね、はい、人生相談したの。はい。で、ちょっと真面目な話、はい、モンキッキー陽介が、あ、はい、死にたいって言う。あ、生きてる意味がないって。あ、で、何のために生きてるんですかって言うから、うん、俺言ったったのよ。なんて答えたんですか。気持ちいいことするために生まれてきたんだよ。まあ確かに、でもそうですよね。気持ちいいことって何。うん、そうです。気持ちいいことって具体的に何。え、僕の気持ちいいことは、うん、まあもちろんそういう下の話もありますけど、うん、ジャガヤさん、はい、セックスの話じゃないの。まあそれは気持ちいいですね。で、俺陽介に言ったのよ、はい、あの、もう死にたいって言うから、はい、いや待てと、あと5年間セックスやり続けて、うん、そこから考えろって。ああ、とりあえずね。うん、で、順野を超えろって宿題出したよ。ああ、なるほどなるほど。そしたら陽介やってくれた。マジっすか。はーめーてーって見てくれた。 あれ前のやつ、うん、ああ見ましたね。でも陽介すでに2本作った段階で気力がなくなりました。応援したって、モンキッキー陽介。いや、僕応援してますよ。だから俺モンキッキー陽介を助けるぐらいの会長になったの。ああ、なるほどね。そう、この世界に捨てたもんじゃねえぞっつって。かっこいいですね。ああ、まあ悪くねえぞこの世界もって、うん、まあ悪いところに目を向けるともうそれしか見えなくなっちゃいますからね。そういうこと。ああ、いいとこをもう見ないと。いいとこをいかに探すかっていう、はい、大体つまらないことの方が多いんですよね。そう、はい、うん、だったら気持ちいいことやっちゃいいじゃん。そうですね。僕もいつも、そもそも辛いこととかがないんですよね。あんたは南米の血が流れてきて、あの、美穂に陽気。たださ、はい、陰があれば陽がある。はいはいはい。政務とか、あの、向こうにおるマルって、はいはい、どっちかというとネガティブやろ。ネガティブ、うん、表情で撮る。あの、大先輩なんで、はい、はっきり俺はもうそれ言っとく。あ、本当で、よっさん、あき、はい、まる、はい、3人のネガティブコンビって言われてる、インターネットで。本当なんですか。ライブで言われるもん。へ、3人ねっとりしてますよって。マジか。で、唯一チャガイフだけが、はい、南米の血が流れとるやん。ラテンの血が流れて無駄に陽気なんだ。はい、まあまあ無駄に陽気は陽気です。無駄に陽気、はい、でも僕も実は分かりませんけどね、これカメラ切った瞬間にこうやってネクラになって。ああ、それは誰でもそういう面ある。ゲームばっかりって。でもうちに亀っておるでしょ。はい、はい、アイドル。 あれはどういう風、そういうわけ。いや、あの子変わんないですよ、多分。はい、俺ただのバカじゃないかと思って。いや、僕もどちらかっていうと、そうですよ、陽気で聞こえますよ。あ、亀に怒られます。亀、ちょっとこっち来て。こっち釣れるから。こっち釣れるからがいいじゃん。そんな呼び方あります。亀、うわ亀に来た。うわ、じゃあチャイルの横行って並んで並んでカップルでやって。いいやろ。チャガ。はい。カメリン可愛いやろ。可愛いですね。最近俺ね、ライブで言われてる。
亀にうざがらみやめてあげてくださいって。でも亀には可愛いからな。うん、あ、ついついそう。あ、上手になったね、投げるの。だから才能あんだよこの子。うん、上手になった。釣りの才能はね、あとは釣れるだけよ。そうですね、あとは釣るだけ。もうちょっと釣れやすい時期に来ないからね、亀。あ、確かに。うん、うん、なんかやっとっても全然釣れしないですよね。バスいないからいや、多分投げてるだけだって。1日移動して投げて移動してないで反応ないじゃん。バスいないんだよ。バスなんか深いラインようやな。どうよ、どうよ。あのね、今ね、企画考えて壁に T シャツ俺が今作っとる。いらない。え、なんでな、恥ずかしがり屋さんなの。なんでで、亀人 T シャツ作るやん。で、亀人ファンクラブみたいなメンバーズ制で登録制でやろうみたいな。いや、いらない、いらない。なんでよ、なん、照れてんの。いや、照れてない。ファンがいるんだよ。いらないです。なんでいらない。チャカイフ、いいと思う。僕は賛成です。ダメダメダメ、反対でござる。なんで。あー、ないないない、ないですわ。ないないない。なんでないんだよ。ないないない、あー、照れてんだな。サインとかも考えながら、うん、サインを書いてって言ってくれる人が来るから。で、昨日ライブで頼まれたんだけど、はい、あの普通に歌とダンス公民会、滋賀県の公民会借りて、公民館100名入るように席用意してあの歌とダンスで、カメリンがメインで、はいはいはい、大鳥が俺、はいはい、で、チャガエフ、専務、マルズ全裸踊り、うん、で最後カメリンとの押し相撲、はいはいはい、総合格闘技、はいはい、盛りだくさんな最後はサービスです、ね、どうだろう最後はもう俺のダンスと歌、はい、歌、あ、高橋さんの歌いいですね。そうポイズン歌ってくださいよ。いやいや、もうモブオートナイトだよ高橋トゥナイト歌うよ、僕ポイズンがいいんだよな。もうポイズンでもいいし、カメリン楽しそうだろ。で最後は握手会サイン会だ。入場料1万円だクソだけ。ああ、200人呼んだら200万だろ。あ、ぼったくり、うん、で場所代込み込みで純利益150円。あ、でもそれを5人で山上げで30万円、ね、1人。あ、そういうことか。そこから税金取られたら15万しかない。あ、うん、そうやって考えると儲からへん入場料3万円にせない誰かのディナーショーみたいな。そうそうそうちゃんとした料理も出せない。普通にだからあれ、免疫のさ、コロナが終わったらさ、メイチカのところさ、あのディナーショーやんない。入場料は A 席5万円、B 席3万みたいな、うん、やんない。やらない。で、催し物は、はい、あのカメリンのガチンコ押し相撲、はいはいはい、で俺らと対決シリーズ、はいはい、手抜き一切なし、はいはい、あと総合格闘技やってカメリンと歌と踊り、はいはい、カメリンダンスしてるじゃん昔、はい、あのダンス披露して握手会サイン会でお酒一杯飲んで、はいはい、で記念撮影で大鳥は俺の歌と踊り。ああ、いいですね。ええやろ、はい、うん、めっちゃいい、めっちゃいい。これ儲かんじゃないか。ただちょっとぼったくりすぎだと思うんですけど。何が5万は高い。5万高い俺はなんか和田貴君のディナーショーみたいなあの松田聖子とか。いや松田聖子とか松田聖子、うん、ひそかな人気でさコアなファンが500人来てくれて、はいはいはい、1人5万やろ、はいはい、午後2500万やで、うんうん、で場所代込み込みで純利益2000万。そうか、ええやろカメリン、1日で2000万やで。おい、落ちたてれるね。ああすごい。カメリンもあれあれだわ、名古屋で一番のタワーマンション買うだわディナーショーやっちゃいいよでも桜屋とはね、感覚ないですか。大丈夫ですか。うわ、うち人気あるで。マジっすか、500人来ますよ。来るよ。本当ですか。ああ、開いたら来てくれる人どんぐらいおるのかな。ディナーショー5万だったらゼロかもしれない5万、5万高いか。1万円なら来てくれる人おるのかな。1万円、1万円でおるのかな。いや、だからライブして1万円なんかいつも振り込んでくれるから。ああ、いつもよ。すごいですね。あれ、俺今命の電話から電話相談室やっとるやん、はいはい、ライブするたびにみんな1万円振り込んでくれるの。儲かってしゃないよ。あ、まあでもそれで救われとる方とか。いや、だからそれなりの対価を提供するから。あ、そうですね、うん、そういうことですね。そう
最終的にはあの和田アキ子さんのディナーショーの名駅の名鉄のあの辺でさ、味噌の座とかも借り切ってワンマンショーやんない。カメリンとの大相撲大会で怒られませんか、味噌の座に。いやいや話つけりゃいいやろ。出たってもええよ舞台に。でも扱ってくれるんですかっていうね。おうで最終日本武道館、あ出ましたね。おで大阪ドーム、東京ドーム、福岡ドーム、ドーム公演、ドーム公演。ああやりきって、じゃあ歌も作らなあかん。そうですね。ああやっぱ歌がいいですよ。はい。歌ありますよ。あ得意の歌ある？ちょ歌って歌って、じゃあ今歌って歌って。見とこ向こう見とくから歌って。はい。これちっちゃい。ね、それかみ。今流行ってるんです。オリジナルソングじゃないの？違う。今流行ってる歌。かみ、ラップとかも好きじゃん。最近俺ラップ研究してんだけど。ラップ。ラップ。ラップバトルやんない俺らで。YouTube で見て覚えて。よ。よ。だからディスり合いみたいな。お前の名前はなんだよ。You はなんだよ。俺の名前はカメリだよ。いやいいよ、カメリマジで T シャツ作ったけど。いやいいです。何が嫌なの T シャツ。いやいいです。え俺なんか T シャツバリバリ売ってるよ。高橋巨神 T シャツ売ってるよ。いっぱいあるよ俺。いや高橋巨神 T シャツ売ってる。カメリだって俺より人気あるんだからさね。はい、カメリ T シャツどうよ。いや、カメリー、小説はほら、マジ100万くらい売れるかもしれない。どうなる100万くらい売れるか。俺でも150万売れたで、カメリー。人気はで、俺でも150万売れたら1万枚売れたらまた、まあ、経費が発送数とか梱包とか。カメリー、どうした。ああ直して直して。どうした？枯れちゃった？カメちゃん？枯れちゃった？なんか直してあげてカメ。なんか何？なんかよくわからなくて。もう疲れちゃってカメ。出た？まだ？まだ。あ引っかかった。なんだこりゃ。なんだこりゃ。たまにあるよそういうこと。治る治る。なんて。なんだかよくわからなくて。何があったの？ウーマンオブファイトにつけゲート。何があった？何でもないんですけど、うん、なんだか最近わからなくって。それなんかのモノマネ？何それ。どうなってるのこれ。なんだろうね。カメリンのでもさ、今日のさ、水面切り良かったよ。別府じゃないです。別府水面切りみたいな。別府じゃない。え、なんていうの。あ、出た。これはいかんと思う。まあちょっとカメリン、じゃあもう夕方だから終わるか。パッチンします。今日頑張ったよ。今日頑張ったよ、ね、どうしたどうした。何かあった。いや何もないですけど、なんかよく分からなくて。カメリン、それどこで覚えてきたんですか。ドラマ。何。ドラマじゃないです。何そのなんかよく分からなくてって何なんですかそれ。オリジナルです。オリジナル、うん、ダメこれもダメだ、うん、もうダメ、これで来た方がいいわ、うん、また来よう。はい、またぜひ。いや俺も今スピンベイト、スピナーベイト散々投げてさ、腕がちぎれるぐらい投げてさ、反応がないんだよ。いいっすね。でも諦めなかったらなんかあるような気がするんだよね。はい、そうです。諦めたらもうそこで終わりですね、はい、あのね、
7月に菊池が四国に来いって言ってるのでみんなで行くか。乗り込んで。おお。四国に。カメリンちゃんもや。おお。四国旅行。迷惑か。いいかな。どういうことだ、旅行だぞ。しかも、うん、大好きな石丸先輩、うん、社外風山本、うん、秋山おじさんも来てくれるんだよ。おいいじゃないか。いいかない。何行かんだよ、もしこれ映画だぞ、お前。映画サブラックアスの撮影だぞ。あ、映画なんすか。映画だったら僕はちょっと恐れ多いですわ。恐れ多いです。いや、俺の言うこと聞いてくれりゃいい。いやあれはやっぱり作り上げてきたものがありますからね、うん、関係ない関係ない。僕みたいなポッドゲのもん。いやあんたら行きたくないだけだろ、遠いもん。休みが減るって。休み抜きだ。休みの日だ。土日で行くぞ。金土日で。あ、確かに、はい、週末をフルで使って。そう、はい、いいですね、それ。はい、コロナが収束したら行くぞ。ああ、コロナが収束したら、およし、行かないぞ。何嫌がってんだよ、そんなに。大丈夫、カメリン。俺がマンツーワンで面倒見たら釣りも。え、あ、それは見てもらった方がいい。そう、うん、で、菊池って前コラボしたやん、うん、イケメンやろ、うん、あのロリコンおじさん、うん、どうや。いいと思います。いいと思います。帰る。これね、スピナーベイトで坊主こいた。ひたすら最後に投げて。じゃあ最後ちょっとさ、みんなでちょっと話しておろうか。ちょっと待って、カメリン。はい。どうでした今日。楽しかったです。じゃあ最後にちょっとみんなで軽く挨拶して終わりますんで、はい、まあちょっとね、今日踏ん張ったけど投げ切ったよね。うん、ちょっと投げるコツとか覚えたんじゃないですか。はい、覚えました。 OK、 はい、ということで、もう電源が切れそうなんで、はい、もう終わるんですけど、今日本当に撮影皆さんありがとうございました。お付き合っていただいてありがとうございました。ちょっと坊主ってことで、うん、非常にショック。あ、もうカメラバッテリーないんだね。ないです。あ、チカチカなってるね。カメリンをさっきあの投げてるかと思ってる、最後相撲で。まあ、またここのショックを、あの、来週やろうか。来週部屋でやろうか。ということでね、ちょっと最後フリートークを軽く皆さんでしていただいて、はい、なんで釣れなかったんだろう。石村さんどう。やっぱり回遊がこっち来てないですね。今でかいの跳ねたじゃん。